日ハムか逃亡助、12年間ありがとう。日本ハムは3日、加藤豪介内野手30が現役を引退すると発表した。柵オフには一般女性と結婚を発表し、いかなる時も笑顔で支えてくれた人生のパートナーとさらなる無敵な姿をファンの皆さんにお見せしたいですと綴っていた加藤、突然の引退発表となった。こちら引退発表が出る直前の加藤豪介のインスタ投稿になります。12年間応援し支えてくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました。ここまで来られたのは家族やチームメイト、ファンの皆さんのおかげです。これからも新しい挑戦を続け、これまでの経験と感謝の気持ちを胸に前に進んでいきます。豪介がインスタに挨拶出してるぞ。引退しそう。引退しそうというか引退のコメントっぽいね。やっぱりそう思うよね。結婚したば借り出しいい仕事につけるといいな。完全に引き抜けじゃん。12年間ありがとうございましたって、まあ球団職員になるんだろうね。加藤は金持ちのボンボンの頭のいい子供が通うハイスクール通ってたらしいし、セカンドキャリアもうまいことやりそう。豪介はマイナーとかメキシコとかでまだまだやれそうな感じするけど、球団職員にスカウトされてるとは思うけどね。加藤の引退、記事も出たね。公式発表だそう。あっちの人はマジであっさりと引退するよな。トータルで見たら結果を残せたとは言えないが、一時期加藤のおかげで勝てた試合もあったしな。次の舞台で頑張ってもらいたい。デビュー直後の無双期間が印象的や、お疲れ様でした。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。